MLB、パイレーツ1-0ブルワーズ、日本時間12日、ミルウォーキー、パイレーツのポール・スキーンズ投手が11日、日本時間12日、敵地で行われたブルワーズ戦で無傷の今季6勝目を挙げた。7回99球を投げむアンダム失点11奪三振という、脳ノのノ継続中の交代は物議を醸している。 ピッツバーグ地元ラジオ局9 3 7 t ファン u のアンドリュー・フィリップ・オ西によれば、シェルトン監督は交代が難しい判断だったかと聞かれ、全く。彼は疲れていた。球数は関係なかった。自分の目を信じ、彼も信じることだ、ときっぱり。疲れについては、投球と体の反応だ。6回終了後ですら、少し疲れを感じていた。 でも7回を投げ切ったことに感心した。素晴らしい仕事をしてくれた、と話したという。今季は11試合に先発して防御率1.90の安定感だけに、快挙を期待するファンも多かったようだ。あとアウト6つなのに、7回はロッタマしか投げていない、ひどい、ナンセンス、納得しない、などといった反応が寄せられた。